ああでも聞きましたね。一瞬。一回ぐらいあげました。一回ぐらい。あ、同じ靴やん。うん。お、いいっすね。うまい。一瞬やん。あ、できる。絶対できるで。キッズはできるでな。どうやろう。あかん動きして。足は。やってみよう。いや、横でも立てても無理やと。プルプルなるから。あ、でも行きましたね。一瞬。いや、これはちょっと無理。もう無理っすね。もう無理やわ。できるせん。お、お、来た来た。お、来た来た。お、来た来た来た。おお。頑張らないんだからちょっといいよ。あ、そうなんや。じゃあ先行こうか。完全に。完全に。おお。うまいね、やっぱりかっこよかった。さすが。いや、さっき死ぬとこでした。、はい、いやすごい、ソータさんお会いできましたね。もう本当に、はい、見たいなって思ってたので。もうここはホームぐらいよく来てらっしゃる。そうですね、まあホームかな。そりゃうまいね。あれ、じゃあ大阪から今日は、そうそうそう、7時間かけてきた。めっちゃ遠かったですね。今日なんか皆さん行ってる。あ、みんな行ってるけどね。いや、もう断然こっちかなと。素晴らしいですね。ね、素晴らしい。天気もいいし。お互い気をつけて。ですね。みなちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.
フラットやけど端っこにちょっとバウンみたいな。うんうん、確かに。むずいね、リズムが難しいですね、結構ね。はい、ということで今度は、リフトで上まで行きます。あ、よかった。はい、オッケーです。オッケーです。安全に。気持ちいい。最高。最高っすね。褒められるよ。すいません。誰が褒めないことや。また言ってる。また言ってる。なるほど、こういう感じか。でこっからが GJ バーブ。シャアさん次行きます。前いや、いいですよ。一発目行こうか。行っちゃうんですよ。設定が山脇が外してしまった。え、なるほど、ここね。ここあれやな、足回り高くないと。さっきログアウト。さあ、午後の部スタートでーす。みんなバイク変えてますね。南野さんもフルサスで、チャンさんもフルサスで、息子もフルサスになりました。で、お父さんはグラウラーのフロントがスローパンクし始めたんで、コナに乗り換えました。ちょっとフロントサスペンションのエアをお父さん用に高めまして借りてみます。セミファット楽しいですよね。おお、怖っ。
怖っ。どうぞ、ありがとうございました山さん、YouTube とか乗っても大丈夫ですか？それとも顔を隠した方がいいですか？あ、全然僕の顔のっけたところで何もないんですよ。じゃあ、そのまま使わせていただきます。全然全然うち、事務所がね、朝日さん、事務所厳しい、マネージャー厳しいんで、倒産とね。と、山さん、あの華麗な走り後ろから見させてもらいました。勉強になりました。華麗な走りをね、後ろから。はい、僕なんかまだ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 うまうまい。また一緒に走らせてください。いい、全然本当にいいですよ。こちらこそ、またスラパーで分かる。スラパーでね、お会いしましょう。めちゃくちゃしっとり。
いですよ。いや、市丸さんをむしろ入れて、レンタルバイク、トランジション。これプッシュって書いてるのはこの、これは関係ないか、バイクの名前じゃないですか。いや、リアユニットが、あ、リアユニットがプッシュ、はい、プッシュになってる。そういうことね。14万すごい。今は22万円になります。22万円にもっと使えない。そんなするんですか。でフォークがリリックの側にプッシュのカートリッジが、おお、ほうほうほう、めっちゃこだわってるな、すごい。山さん違いの分かる音、いや分かる男なんでしょうね、ほんまに。ハンドルもなんかジョイスティックやね。これ 100% カーボンフリーです。すげえ、カーボン部品が一つもない。一つもない、ほんまやな、珍しい。金かかってるカーボンパーツが一つというバイクに試乗してガンガン走られるんでしょうね。ありがとうございます。そして皆さん、シャンさん疲れてません？大丈夫ですか？空もちょっと曇ってきましたね。はい、じゃあ行きます。よいしょ。おお出だしからやばいやばい。あ、そう。体重軽いと、あ、かかなかったんですよ。おお、大丈夫？大丈夫。ああ、ちょっと、ストップ。私と同じとこや。ストップ、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 ストップ。ストップ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 。転倒。お疲れさん。だいぶ
疲れましたね。気持ちいい最後、特に芦田さんもすごいいいワインディングで、すごいいい感じでワインディングしてましたよ。バッチリ撮りました。一緒です、右半分。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。いえいえ、まあそうね。はい、来た来た来た。お疲れ様です。なんか汚れてますよ。あーいやー、怪我されちゃった。なんかよくわかんない。お疲れ。バームですか。バームです。僕がお誘いになっちゃいます。いや、追いついてない。ケツがどうなったんかわからんけど、ケツがこうぐるんとバームあるある。ほんまですね。一気一気、勇気も一気やな。無事無事無事です。今日生存者でしたね。あれ僕たち。タコマイズのとこなります。ヒューピックアップトラック最高かっこいいよね。はい、みんな帰り支度です。帰り支度、帰り支度。こちらももう4台積みですね。すごい、めっちゃ積載スペースありますね。ちょっと撮ってる、シャンさん。めっちゃ真剣な顔してる。あ、私も真剣に行ってらっしゃいます。あ、うちもね、もう帰りこんなんすよ。もうほんと、もうあのね、こう洗濯物のビニール荷物でもね、結局キャンパーでもこれ、こんなにね。え、これペットボトル、空きペットボトルを無造作に入れてるし、すんませんね、もう汚くて。そしてここにオニヤンマがいます。鉢よけですね。そして1台スタジャンを入れましてですね、ベッドはもうこれね、この状態ではもう使えません。今帰りはもう一気に走って帰るのでいいかなということですね。じゃあ、あとは今から積みましょう。はい、うん、今度は、こちら私のバイクになりますが、今日ね、スローパンクをしたんですよ。シーランとか最初ね、いや仕事してるかなと思ったけど、徐々に抜けていくんで、後半はちょっとグラウラーさんはですね、お休みをいただいて、こちらの、はい、本庁ビッグ本庁 DL で楽しんでましたけど、めっちゃいいバイクですね。めっちゃ好評だったらしいです。まあ、グラウラーも好きやけど、もうホンと DL ももっと好きやけど、ほんまいいバイク。こう言ってしまえばね、ガージャンっぽい動きをしますね。すごいジャンプも飛びやすいし、バーボンも上がりやすいし、最高した。ダジャンって言われるとダムヒルしにくい。いや、ダムヒルいけない。ダムヒルバイク選んでね。誰が選んだ、この人は。こんな感じで、あ、これね、渡るんですよ。ここね、ここハイエースの、あ、うん、ハイエースの人はみんなそうだと思うんですけど、ここに干渉さを置きながら、タイダウンでこうちょっとここ、タイダウンでこっちからこっちからこっちから、そうそうそう、締め付けてあげるんですね。そしたら向こうにちょっと隙間ができるんで、そういう工夫、これが1本あるんですね。違いますね。近づきすぎちゃう。なんでくるの。はい、終わりです。はい、じゃあ取りに行こうか。はい、マップ、あ、いいよ。こんな感じで撮影中、お疲れ様です。撮影中です。あ、蓋を顔を出さないで。